どうも、ウェダックスです。本日はですね、i9-1290K を入手しまして、マザーボードにセットしてですね、100個で冷やしていこうじゃないかと。これ2000円で購入できる、2000数百円ですかね、で購入できる100個で冷やしていこうかと。で、まあ、この接する部分がちょっと小さいんじゃないかっていう話があるんですけども、まあ、インテルの CPU ですね。最近のインテルの CPU、i3 とか i5 とかが出る前は、CPU って結構熱で壊れちゃうことがあったんですけども、それ以降はですね、サーマルスロットリングとかマザーボードとかがちゃんと制御してくれて壊れないようにできておりますので、そんなに心配しなくてもいいと思います。真似はしないでくださいね。はい。では、動かすために必要なもの、マザーボード、CPU、あとは冷却と必要なのはこちらです。ドン。メモリーですね。こちらが現在入手はとても困難。マザーボードと CPU はなんとか買えるんですけども、DDR5 のメモリーが本当に手に入らない。その中、なんとか入手。で、今回の動画ももちろんドスパラさん提供でお送りしております。はい。ではですね、このメモリーを取り付けてですね、動作確認していきたいと思います。はい。では開封します。はい。そしたらこちらですね、Gスキルのですね、16GB2枚組。これも値段結構するんですね、DDR5。で、DDR4 と対してスピード変わらないんじゃないかとかいう話もあるんですけど、まあ規格が DDR5 になるということで、この溝の位置が変わってきますので、もちろん DDR5 を買わないと仕方がないんです。はい。そしたらこれをスロットに収めていきますね。逆やった。はい。まあそんなに硬くもなくすっきりカチッと入りましたね。まあマザーボードも値段が高いし、メモリーも値段が高いので、その辺はしっかりしてる。溝がほぼ中央にあるんで、あの裏表がちょっと分かりにくくなったような気もします。はい。そしたらクーラーの方を取り付けて動作確認していきたいと思います。専用のね、1700専用のクーラーが、今のところ入手なかなかできないと思います。で、まあ、できる方はちゃんとそういったものを使ってください。私の場合、ちょっと、簡易水冷をね、用意していただいてるんですけども、それを一回つけると、なかなか取り外すのがあれなので、動作確認までは、今回、100個で行いたいと思います。はい。そしたら、普段グリスつけないんですけども、動作確認だと、さすがにここは i9 ちょっと大切に作業していこう。グリスを塗っときます。とはいえ大量にグリスは塗りません。これもほぼ空ですね。もういらん。はい。そしたらこれぐらいです。で、冷却で溝ですね。このプッシュピンのものだったら溝さえ合わせてしまえば基本的に取り付くのは前回確認しましたので取り付けてみたいと思います。100個のピンをねしっかり溝に合わせ裏を見た時にですねしっかりこの溝が合ってることは確認した方がいいですね。ここね白いの突起が出てるのは分かりますでしょうか。これがしっかり止まってないと危険は危険ですので。はい、これでしっかりついたと思います。で、BIOS の画面で温度が50度を超えるようなら100個は諦めます。はい。ではこれで OK かな。一応しっかりファンは取り付けられました。で、面積的にもねそんなにやめといた方がいいよっていう話もあるんですけど、まあダメだったらダメで諦めますんで、はい、その辺はまあとりあえずこれで映像出力つないで映像を出してみたいと思います。 HDMI を挿してでキーボードとマウスですねを挿しておいて、はい、準備 OK です。これで電源を入れてですね、まずここの LED が光ります。
このね。で、ファンが回り出して、BIOS の画面が出れば、とりあえず OK と。いきます。電源、オン。ファン回っております。で、今ね、ここ光ってたと思うんですけど、消えましたね。で、今電源切れました。再起動ですね。で、CPU 光って、DRAM が光って、で、DRAM が消えました。で、ブートかな？じゃあな、VGA がついてるのかな？で、今、ブートが光りました。はい。結構時間かかりましたね。で、今、BIOS の画面が出て、で、今、ちょっとここを録画すると、New CPU がインストールされましたという警告ですね。F1 を押してセットアップを出せということなので、F1 を押してセットアップを出してみます。はい、この画面。はい、BIOS 正常に表示されました。で、CPU の温度をご覧ください。29度ですね。十分冷えております。まあ、これで大丈夫ということはないんですけども、まあ大丈夫でしょう。はい。温度が30度以下に抑えられているようなら、基本問題はないと思います。で、一応、日本語に切り替えてみてですね。で、まあ、プロセッサーは、正常に 4.9GB ですね。で、メモリーの方、モニター、メインでわかんのかな？イージーモードに切り替えてみる。G スキルのメモリーが4800いくはずなので、この辺は XMP とか有効にしてあれば、52度ぐらい、52じゃない、5200で動くんじゃないかなと思います。とりあえず CPU の温度は30度ちょっとで抑えられていますので、まあ、この時点では問題ないかなと思います。白虎でいけんじゃねえのっていう気はしております、うん。もちろんこれにね、どんどん OS 入れたりして負荷かけると、この温度が例えば90度ぐらいになっていくと、さすがに白虎はやめといた方がいいとは思います。はい。ということでですね、とりあえず、白虎で冷却全然 OK じゃねえのっていうのが私の見解です。今のところね。で、これから OS を入れて、負荷かけてどうかっていうところまでやっていくんですけども、とりあえず今日は、Windows 入れてみましょう。このまま。白虎のまま。で、M.2 スロットがたくさんあるんですけども、一番扱いやすそうなスロット。どうせ後でグラボとか使うのと、OS もこのままそのドライブで使うかどうかわからない。とりあえず入れてみてどうかですね。こうですね。このスロットがちょっと使いやすそうなので、このスロット使いましょうか。全部ヒートシンクがついてるような感じですね。はい、取れました。こいつがもう M.2 を抑える機能まで果たしますね。で、こっちにシール。ついてるんで、これは冷やすため、熱伝導率を上げるためにはこのペリペリはめくっときましょう。はい。OS のインストールにはとりあえず今手元にあるのはこのキングストンの 500GB があるので、これでやっていきたいと思います。はい、こちら M.2 ですね。普通に取り付けて、とりあえずこれでぐさっと刺して、こんな感じでね、ビタッと止まっているのを止めて、ネジを締めれば。はい、やっと M.2 の取り付けが終わりました。結構ね、この蓋とか開け閉め大変そう。で、OS は Windows 10最新のものをダウンロードしておきましたんで、これを USB ポートへ刺します。はい。これで準備は OK。で、これでインストールまで正常に行けばですね、とりあえず、
Windows 10は入るかなと思います。それではつきましたんで電源オンします。電源オンで、また、ご注目していただきたいのがこのランプですね。今 D ラムですね。結構時間食いますね。で、ここで再起動。最近のはね、環境が変わると結構 VGA が今チラッとつきましたね。 CPU がついて、もう一回 CPU が消えてついて、 D ラムがついて消えて、 VGA がついて消えて、ブートですね。はい、今ピッて音が鳴ったので基本的には正常に起動したと思われます。で、 OS のインストールに行く USB がここね、ちょっと見えるかな、チカチカしてるので、はい、問題なくここまで来ました。はい、ではこれに合わせて OS のインストールはやっていきたいと思います。ではね、またインストール後。はい、ということで Windows 10正常にインストールされました。これが Windows 10が普通にインストールされた状態ですね。 Edge の設定はとりあえず後で行うにして、LAN ドライバーをダウンロードしますかと出てきてます。で、今ですね、LAN をつないでいない状態なんですけども、この Windows 10のデフォルトのドライバーで LAN は認識されるか今つないでみました。はい、認識されないかな、認識されないですね。デバイスマネージャー、そうですね、イーサーネットコントローラーはドライバーが入ってない状態。そしたらこれハイしたらどうなのやろ。ハイ、ハイってしたらインターネットに接続できません。ネットワーク設定を確認してください。あ、認識された。すごい時間かかったけどね、認識されましたね。ネットワーク、これをとりあえずハイにします。今はネットにつながったので、なんかダウンロードが勝手に始まりましたね。まあこれはこれで問題ないのかな。Windows 10をインストールしただけでこんなソフトが立ち上がるのは初めて見たんですけども、まあいいか、とりあえずこれでネットはつながりました。あとは今の CPU の温度が気になるので、コアテンプのダウンロードだけはしときたいかなと思います。インストールします。で、2つ目ですね、この2つ目だけはチェック外してください。昔このままインストールしたったらなんかゲームが入っちゃいました。はい、これで実行ということとなります。はい、今の温度なんですけどすごいな、こタコハヤから16個出てますね。温度は本当30度以下で落ち着いておる感じですね。で、今デバイスはどんどん認識されていっている感じかな。はい、温度全然大丈夫そうですよ、100個で。もちろん負荷かけてないから当たり前やっていう話はもちろんあるんですけども、ではですね、とりあえずできました。第12世代で Windows 10インストールできました。それではですね、これからは皆さんからいただいたコメント等をいろいろ試していきたいと思います。そのためには最高の環境というか、ちゃんと能力が発揮できる状態に持っていきます。まずCPU の電源をもう1箇所追加するということと、 16GB1 枚のところをもう1枚 16GB 足してメモリを 32GB にします。はい、そこまでは特に作業的には問題ないのでやっておきますね。で、その時にこの状態で負荷をかけて本当に100個で大丈夫なのか、シネベンチなどを実行して大丈夫なのかっていうのをちょっと次回やってみたいと思います。はい、どうだったでしょうか。組み立て自体は今までの、11世代、10世代と変わりはないので、特に難しいこともなく、しかも100個という安い CPU クーラーで、今十分に CPU は比例っているように見えますね。今のところ。はい。これが本当の数値なら問題ないでしょう。
なんせ20度台です。ただ一つの小屋だけたまに50度近く温度が上がるところが見えますけども、はい。ではこのまましばらく放置してですね、セットアップ終わるのを待ちたいと思います。はい。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。